ちゃうので、実はね、はい、前回、うんうんうん、エピックってこういう2本の柱が入ってる、外だったり、まあ、柱の下だったり、うん、柱の上だったりするとどういう風に飛ぶのかなみたいな、柱以外に当たったらここに当たったらさ、うん、ここに当たったらさ、うんうん、飛ばないのかなとか、うんうんうん、検証したんですが、なるほど、独自すぎて、うん、スカイトラックをね、うん、使いなさい、うん、確かになる、はいはいはい、一応ね、一応ね、数字でねってことで、うん、で前回ね、私だと結構当たらない部分も多かったの、はい、だから純ちゃんにやってもらおうかな、ここに当ててとかここに当ててとかやるでしょ、そう、ちょっとやってみよう、ちょっとやってみるね、うん、最初どこ普通に打ってみる、普通に打ってみよう、177ヤード。これこのこれ？うん。まあまあ、あこのこれか。まあまあ曲がってる。まあまあ曲がるね。ピンチピン。まあでもいいよ。どこに当たった？真ん中。はい、今160。じゃあちょっとティーをすればいいの？163。やっぱ引っかかる。柔らかい。外っぽくない？芯っていうかあの、いや今もう柱よりヒールヒールヒール162で、芯ここじゃん、うん、あ、ほんとだ、芯ここだから、ここだから外、線より外、これ先、距離はだいぶ落ちたね、先っぽになってみる、先っぽ系、どう？あ、でもいいんじゃない、うまく先、あー、やっぱちょっと、あ、でも前に結構、でもこれはセンターですね、ど真ん中ですね、ここね、今のね、ああ、距離的にはでもあんま変わんない、そうだよね、170ぐらい、ね、この先に当てたいから、先にね、ダフだ、でも先じゃん、先だけどなんか先に当てんの難しい、128ヤード、それは飛ばないだろうっていうね、もう一回先、もう一回先、まだ髪大丈夫？髪はね、大丈夫、開いてる、あ、でも、あ、先、嘘、ほら、ほんとだ、でも今結構飛んでたよ、でも10ヤード落ちてるね、10ヤード落ちた、これ先、でもスピンとかその辺はあんま変わってないかも、ヘッドスピードもそんな変わってない、ただ距離だけが10ヤード落ちた、なるほどね、ちょっと短く持ったらいいかも、くねるから、あ、柔らかくて、大丈夫、ヒールがいきます、あ、すごい、ちょっと T 高すぎた、今どこらへん、今ね、で、こっち側なんだけど、ちょっと上に上がってね、上、ヒールの上の方、まあ、あんま飛んでないですね、これも143ヒール今、うん、おお、ヒールの上、うん、ここ、あ、でも飛んでますよ、飛んでるよね今ね、今普通に170ぐらい、しかもここがあれ芯、芯か、芯っていうかあの柱、芯よりちょい芯外だけど、でも距離はね170出てるから、多分普通のボールで打てば、そうだね、当たった感じもそんなになんかこう飛んでない感じ、飛んでない感じはしない、うん、案外真ん中、真ん中、真ん中、多いんじゃない、いいよ、真ん中はやっぱ弾きが違うかも、これ真ん中です、お、距離も伸びました、伸びた、うん、伸びました、先難しいからな、
先だわ。もう先なんだな。すごい。当たり負けしてるっしょ。すごい。ちゃんと先に当たってる。あ、めっちゃ落ちた。しかもヘッドスピードも超落ちた。あ、そう。ヘッドスピード、クラブスピードだけど、クラブスピードが 36.2 になって、距離が20ヤード以上、30ヤード近く落ちてます。触れてないだけかな。その深い。やっぱ当たり負けもあんのかな。まあね、だって今完全に芯の外だもんね。芯っていうかあれね。棒。棒の外。先真ん中先先また先ほらすごい上手だね内訳154だよね今ちゃんと振ったけど落ちてるねなんつうのやっぱ外に当たる分負ける、うん、ドゥドゥドゥってなるでも内側はそうでもないねうん内側やっぱ力がさうまくこう伝わるよねまだ、うん、こっちはちょっとね負けちゃうね、うん、こうペラッてなっちゃうスカイトラックを使ってうまいね内訳うまいここはここ行ってみるうんまあ芯芯芯右芯右芯 OK 右芯行ってみよう右芯行ってみようおおいいいいよ今どこあドセンターだドセンターか今すごいよかったほら一番行ってるもんそうだよねやっぱね、ついつい合わせちゃうね一番行ってますなんか176ですもうちょっと先てかさ、思ったんだけどついつい真ん中に当たってしまうクラブってめっちゃ良くないあ、いいだってどっかに当てようと思ってもそうだねちゃんとうん難しいじゃんなんかね、帰ってくる場所が分かるのかなあからあってこう、ついついやっちゃうついついやっちゃうでもなんかチーピンっぽかった、ね、あ、でも距離落ちてないようまくね、触れ引っ掛けてるからじゃん、うん、やっぱね、かえっ柔らかいからさ、クラブがどうしても引っ掛かるじゃあ距離はそんなに落ちてませんまあ、結構ドロー出てるっていうのもそうだね、捕まるね捕まるよすごくないすごいすごくないいや、本当にいろんなところよく当てれるね、はい、以上エピックの検証結果をやってみたんですが、うんまあ、よくこんな綺麗にいろんなところに当てれたなと思ってます、ね、すごいすごいね、うん、綺麗にあのいろんなところに当ててもらいました、はいまあ、結果まあ、真ん中が間違いなく一番と思うそうだねそんなに芯の芯っていうかあのこの柱の上にかぶっても飛ばなくはない、うん、そうだね、うんうん、もう出ちゃうとダメだね、うん、出ちゃうとね負ける、ね、負けるね、うん、あの外だと落ちるし内側は飛ぶけど、うん、なんか弾きっていうか飛んでくスピードも違うし、うん、そういうのも分かりました、うん、ただなんかこう芯から外れたかって右左に暴れる感じはね、うんうん、確かにあの全部コース内にはありそうな感じがありました、うんね、あの皆さんも気になってた、うん、柱の上だと飛ばない伝説みたいなのあったんですよあそんなことなかったねそんなことなかったね、うん、だからそれはそんなことないってことが分かりました、うんうん、そうですねただまた新しいクラブがキャロウェイから出ておりますので、うんこちらの方もまた検証してみたいと思いますでは皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますお願いしますこういう検証みたいな感じで調べてほしいことを募集したいと思いますこういう動画あるよとか、うん、他にもこういう面白いシールがあるよとかあればぜひ書いてもらえると嬉しいですはいでは次回の動画も楽しみにしててくださいはいバイバイ